はい、春 YouTube 整備業界をぶっ壊す、整備業界をぶっ壊す、整備業界をぶっ壊す。あ、これエラーじゃないです。整備しげのぶです。よろしくお願いします。たまにはちょっとねオープニング変えようかなと思って3回言ってみました。特に意味はございません。さあ、このね3という数字に関して皆さん何か気づくことございませんか？そう、アルファベット3文字皆さん気になってますよね。LRT です。そう、今回 LRT のお話をしたいと思います。まずね、 LRT と何ぞやっていうところからなんですがね、あの栃木県の県央暮らしの方は多分もうねめちゃくちゃ知ってる話だと思うんですけども、あの簡単に言うと路面電車なんです。しかもあの新設で、ね、新しく線路を引き直して路面電車を作ったっていうのはこのね宇都宮が結構初みたいなことを言ってたんですね。初っていうかね、この規模で作ったのは宇都宮、栃木県宇都宮市で、今回今日かな、2023年の8月26日の、午後、あ、お昼ぐらいね、開会式をやっておりまして、この初 LRT っていう路面電車を走らせますよと、まあ、営業開始ということで、ニュースになっております。で、その LRT についてお話したいと思うんですけど、この LRT は先ほど言った通り路面電車なんですが、見た目はねあの黄色い、新幹線みたいな形状してるんですよ。イメージパッとちょっと出てこないんですけど、あのドクターイエロー、皆さんご存知大好きなあのドクターイエローっぽい形をしている路面電車、近未来的な、LRT っていうものが宇都宮から、あ、宇都宮で開始、営業開始されております。で、その LRT についてなんですが、実はですね、僕が本田技術研究所の下請けで働いてた頃に、もうその話が結構出てたんですよね。 LRT 開始いつされんだいつされんだ、なんか土地の買収も終わってるみたいな話が進まないぞみたいな話あったんですけども、実はあの LRT のね企画段階はね、あ、企画の話が出たのはもう25年とか30年前ぐらいらしいんですよね、うん、それぐらい昔からその LRT を走らせようっていうふうになんか話があったんですけど、やっぱ行政の悪いところ、あれ確かね行政も一緒になってやってた気がする。宇都宮市と行政と一緒にやってたと思うんですが、やっぱね動きは遅いですよ。腰が重い、めちゃくちゃ重い。これが普通の企業、しかもまあ僕はホンダの中にいたからあれなんですけど、ホンダさんだったらば新車が出る前までに約4年で企画から、発売まで約4年で販売することができるんです。あ、4年は言い過ぎか、3年ぐらいかな。まあでもおよそ4年ぐらいで、企画から発売まで約4年かかって、だけどもゼロの状態からそれだけで開発が進んでいくんですけども、町の構想ってやっぱ車とは違うんでね、町全体のことを考えなくちゃいけないし、土地の買収とかもあるしね、でそれ周りの住民とかにも説明して納得してもらわなくちゃいけないとか、ね、そういうことがあるんですけどもね、やっぱりそういうのが相まって、まあ、30年ぐらいの、ね、長い年月をかけてようやく構想からここの運用までねたどり着いたわけなんです、うんうん。まあ、LRT に関して、ね、なんか説明するのはなんか違うの動画見てください。そっちよくやってると思うんで、で、まあ、この LRT に関して、まあ、僕の意見を今回ちょっと述べさせていただこうかなと思うんですが、この LRT についてね、あの僕としては結構前向きなあの意見なんですよ。あの路面電車っつってね、結構昔なんか広島でしたっけ、なんかそっちの方でさ運用されてましたよね、チンチン電車なんつって、ごめんなさい P 入れてね、チンチン電車っていうね、もう一回言います、チンチン電車みたいなやつが走ったじゃないですか。要はあれの近未来バージョンということで、ちょっとね今この周りではなかなかない風景の一部になるんじゃないかなと思っております、うん。で、まあ、スピードは確かマックスでも30-40キロぐらい、うん、ぐらいって聞いております。で、
1車両につき大体20から30人ぐらいだったかな、うん、ぐらい人が乗れますよっていう確かね話だったんですよ。でそれが、連結して5両ぐらい、確か4両5両ぐらいの編成でそれが進んでいくような話だったと思うんですよね、マックスで。ちょっとあのうろ覚えなところがあるんですけど、まあ、それは違う動画ちょっと見てくださいってところで、これねもともと何のためにっていうところがあったんですけども、まあ、そのやっぱり路面電車を作ることによってその経済圏っていうかを少し広げるため、あ要は証券の部分と、周りのね住んでる住宅地の部分とそこをやっぱり一つの輪でくくりたいみたいな話が中でうっすら聞いたことがあるんですよ。っていうのがあって、生活環境を 広げることによって、まあ、人口増加にも加えて、経済活動も活発にさせましょうよっていうそんな話だったと思うんですが、そこから一歩飛び出してこの思惑の中の一つにはね、やっぱりあの本田技術研究所っていうものが栃木県の今だとね清原工業大とか、まあ、高根沢な、確か住所は高根沢っていうところなんですけども、河内郡高根沢だった気がするの方に本田技術研究所があるんですけど、そこの、技術者たちを送迎をね、駅からそこの本田技術研究所まであの路線が引っ張ってあるんです。で本田技術研究所にもね、あの毎日働きに来てる人が約1万人ぐらいいらっしゃるんですよ。でその1万人の方がやっぱ道路を使って通勤するとめちゃくちゃ渋滞が起こるわけなんですよね。その渋滞も緩和できるだろうって言って LRTO 線路伸ばしているわけなんですけども、さてこれが本当に使われるかどうかっていうところが、まあ、若干疑問なところもあったんですが、一回ねこのコロナウイルス来ちゃったでしょ。コロナウイルス来たよね。コロナウイルスのせいで結構テレワークがねかなり盛んになってしまって、この話大丈夫かみたいになったんですよ。ここまでなんか線路引っ張って工事してるけど大丈夫なのかって思ったんですけども、やっぱりこの仕事ってね、やっぱりテレワークだけじゃ伝わらないものって何かしらあるんですよ。その画面越しに相手の情報を受け取ろうとした場合、やっぱり画面を越しちゃってるんで、その人の息遣いとかなんかその雰囲気分かりづらいっていうことも相まって、であと会議のなんかスピード感が緩くなるっていうこともあったから、やっぱりどうしてもこうやって面と向かってフィジカルの状態で会議をしたりっていうのがやっぱり、まあ、当然こういう風に戻っていくよねっていうことになって今も復活してるから、この LRT のさらになんか有用性が分かってくるんじゃないのかなと思っております。だから僕の中では本当すごい肯定的で、この LRT がもしね成功っていうか、まあ、元取るのに結構数十年かかるようなね、やっぱりもともと資産ではなってたんで、宇都宮そうですね、あと30年後ぐらいですかねにどうなってるか、まあ一つの楽しみとして考えるのもいいのかなと思っております。でまたこれがちょっと多分5年とか10年とか運用してみて良さそうだなと思った場合は、なんか今また計画ではね、宇都宮のこの駅の東口側に LRT が引っ張られてるんですけど、今度は西口にも伸びんじゃないのかなって話をね聞いてるんですよね、うん、って言ったところで、これがもし実用化されるってなった場合はワンチャンね、今僕が住んでいるこの土地、栃木県大田原市の旧黒羽町っていうところになるんですけども、この辺ってね高速道路からも遠いし、駅がそもそもないから最寄り駅が茨城県になっちゃうんですよ。隣の県になってしまう、うん、っていう風にね、駅から非常に遠い場所になってる、公共交通機関がもうバスぐらいしかないみたいな状態になってしまってるから、もしかするとここのねちょうどこのなんて言うんでしょうね、もう説明したいこと多すぎて伝わらないかもしれないけども、北側だと福島県の阿武隈道っていうねラインがあるんですよ。東北道のだいたい須賀川あたりから、須賀川市あたりから、いわきの方に向かって通ってる高速道路で、その一本下ってなると、北関東道っていうだいたい
この北関東道と群馬県の中から群馬県の真ん中あたりからずっと通って東北道を越えてって茨城県の水戸方面に向かってるラインがあるんですよね。北関東道っていう高速なんです。その阿武隈道と北関東道の間がめちゃくちゃ広いんですよ。スパンが空いちゃってる。で、縦のラインが東北道と、常磐道っていうのがですね、茨城県の海沿いの方を走ってる道路があって、でその間めちゃくちゃ広い区間、このね高速道路っていうものがないんですよ。し線路も通ってないから交通の不便、交通のあの便利さで便宜上で行くとめちゃくちゃね悪い状態になってると。だから陸の中でも孤島に近いような場所、まあ結構ありますよね、なんか陸の孤島なんて言われてるとこ。そこもね、僕のこの栃木県大田原市と旧黒金町、大体そんなような感じのところなんですよ。っていったところに景観破壊もなるべくせずにこの公共交通機関作れるとしたらば、これワンチャン LRT の可能性もあんじゃないのかなと思いつつ、あとはまあそれがねやっぱ無理だっていう話だったらば、まあリアルに高速道路通してほしいっていうね、いろんな人に言ってるんですけど、いろんなあの国会議員の方にも直接会って話したりしてるんですけど、高速道路通してくれ通してくれっつって、ここ横でもいいからみたいな話してるんですけども、まあそれもうまくいってないといったところで、まあくまで空想上になってしまうんですが、この宇都宮のねこの LRT の登場によって、何か周りのね近隣の都道府県のこういうちょっとした離れた場所の住んでる方、交通公共交通機関から離れてしまってるところにもね、一つのなんかいいきっかけになればいいんじゃないのかなと思って、話させていただきました。まあ内容はそんな感じなんですけど、ごめんなさい、車の話からだいぶそれてるんですけども、もしこの LRT の話いいなと思ってくれた方、グッドボタン、チャンネル登録、各 SNS フォローもよろしくお願いいたします。はい、これ以外にもなんか LRT じゃなくてさ、もうちょっとさ違うこと話せよって、お前車の整備士とか言いながら全然違うことばっか話してんじゃねえか、なんで軽装土マットの修復士なんてやってんだよっていう声もね、ぜひコメントに入れていただいて、で僕がそれを見て微笑みながらまた次のネタを考えるってことをしますので、ぜひよろしくお願いいたします。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイはい。